そうですね、いつもこれぐらいか5時半ちょっと早い時もありますね。私は以前3マイル発電所の復旧プロジェクト事故を起こした、そこに2年間いたことあったんですね。その時に経験したことをですね、なんとか福島に役立てることできないかなと本当に思いましたね。ちょうど溶けた燃料を取り出す時期にいたんですね。発電所の3マイルの事故が起こって、あれは7年後でしたかで思ったので、どうしてもそういう仕事を携わりたいなと思って、それで規制庁に応募したんです。朝起きて、今ゆっくり気持ちを安らかにこう歩くんですけど、事務所に行って始まってしまうと一日が早いんですよね。あっという間に終わるんで、やはり朝こうやって気持ちを一回静かにする時間というのは必要かなと思いますね、自分に。原子力規制事務所はですね、全国に22箇所あります。福島第一も含めて、例えば原子力発電所、それとか原子力の関連施設ですね、それぞれがある場所ごとに規制事務所があります。福島第一だと実施計画というのがあるんですけれども、そういうものに照らしてしっかりと安全にですね活動をやっているか、それを現場で監視、それから検査をするというのが我々、事務所のですね職員の役割になります。事務所内ミーティングを始めます。皆さんの方は東京電力さんとの打ち合わせのスケジュール内容の確認、それと前日のですね日誌のですね確認、発電所に行くための移動手段の確認を下のうちにオフサイトセンターの事務所で朝の事務所内ミーティングを始めます。でその後原子力発電所にタクシーまたは業務車を使って移動します。じゃあ安全運転できますね、はい、よろしくお願いします。私たち2班体制でやってるんで、7時半勤務の時は5時ぐらいに起きてますね。普通8時半だったら6時半ぐらいに起きて、朝ごはんもしっかり食べて、松本さんも朝ごはんしっかり食べてるでしょ。しっかり食べてます、ね、発電所に行くとトラブルがあると食べれなくなることあるんで、食べれる時にしっかり食べとかないと。そうなんです、昼の時間帯がね、ずれちゃうとか、本当に飲まない人多いよね。そうですね、トラブルなんかあると夜、ね、宿直の検査官から電話かかってきたりすることもあるし、みんなそれぞれ夜も緊張してるんじゃないかなと思いますけどね。休まる時っていうのはどういう時ですか？気が休まる時？休まる時はやっぱりですね、自分の、自宅に帰った時ですね。いわき大学出て前職の民間の会社で働いた時に家を出て福島に来たんですね。で結婚して自宅がいわき市にあります。金曜日朝の定常国開始します。それでは水処理当局処理をお願いします。東京電力さんとの9時40分からの定例の打ち合わせを行います。その後にですね、各会議体の陪席とか、ヒアリング等が入ればそのヒアリングを聞くとか、
それとそういったヒアリング関係がない場合におきましては、現場の巡視を各班ごとに分かれてですね、現場に向かいます。例えば午前中ヒアリングの場合は午後から巡視、複数の警察官がいますので、それぞれ担当を分けて業務に当たります。で、現場に行かれたときに気づき等がありましたら、記録写真として写真を撮り、事業者に対して改善する等の確認をしていきます。通常の施設が、経験のある施設がもうほとんど機能しない状況で、新しい施設が増えてきちゃったんですね。自分の目で見て、自分の足で歩いて、でどこに何があるかっていうのが分かるようになって、それから自分なりの、発言ができたり行動ができたり、自分なりに技術力を上げてきたという感じですね。システムの中でやっぱりその壊れてたとか漏洩したとかいうところは、やっぱりその事業者が中心になって改善していくものなんですけど、実際その立ち上がってる作業員とか私たちとか私以外の職員に対しての安全っていうのは、第三者の目で見ていかないと、やっぱり夢中になってしまうと、そこのところはですね、不安全行為につながる恐れがあるときはやっぱり声かけると。民進党の検査官室 の、 廊下をですね、協力作業員の方がいつも通ったり、作業員さん の、 休憩所が近くにあったりするんですね。で、我々そこで宿直者がいて、髪を取ったり、やはりそこにいると廊下を歩く足音がちょっと違うなとかですね、何かが違うなってやっぱり気配を感じますんで、それで何か起こると集中監視室にすぐ飛んでいけますしね、話もできるし、コミュニケーションも至近距離で取れますんで、着替えて現場に行ける場所の真ん中にいるわけですから。一流運転班長から一級本部へ報告。1137、1号機デジタルレコーダー改造に伴い、1号機の原子炉圧力容器温度および格納容器内温度の一部が監視不可となった。1140、関連パラメータに異常がないことを確認。一級運転班長報告以上。はい、1137、1号機デジタルレコーダー改造に伴い、1号機の原子炉圧力容器温度および、格納容器内、温度の一部が安心したとなった。1140、関連パラメータに異常がないことを確認。チェーン本部了解。これが私たち検査官が髪を取るところの簡易ベッドと、寝袋で、髪を取っている間もですね、トラブルがあったら発話があったり、あるいは運転班長から PHS で連絡がありますので、そういった PHS は肩に皆さん持っておいて、それで検査官ここで24時間監視を続けています。商店街しかも右側行けないんで、もう左行ってすぐ最寄駅です。でこれもずっと左行けなくて、もう駅前だけですね。ここです、駅西口です。
事故が起きた時は私は東京にいました。はい、まあ、民間の会社にいた自分は発電所福島第二を拠点として、福島第二に20年ぐらいいて、そこから福島第一とか応援行ったりして、正直な話怖くてね、あんまり発電所とか津波の震災の場所にはほとんど、そうですね、6年7年ぐらいまでは行けなかったですね。震災前もう何十年って福島のこの浜通りの状況を見てますので、あったものがなくなるっていうのが怖いですよね。ただそれを受け止めて現場に出るしかないんで、まあ教えてもらった諸先輩方から教えてもらったとか、自分なりに経験したことをですね、やっぱり返していかなくちゃならないと思ってまして、それをどこに返すのかと、やはり自分の公認とかその事業所の中とか、またはその町の中でもいろいろ質問されれば答えられるようにしていくっていうのが私の今後の使命かなと思ってまして、まあなんとかしたいっていう気持ちでしょうかね。なんとかしなくてはいけない、その答えがなかなか見つからない、まあ、現場ですよね。その中でどうしていけばいいかを常に考え続けること、自分でリジットとこうかな、リジットと歴史だから、しっかり厳格にやるんだけど柔軟性を持てっていうのが求められるっていうんで、なんかルールだからやるんだじゃなくて、次にそれをどういうふうに活用していくかという時にはやっぱり柔軟な運用がいる。アメリカの、そうですね、NRC の人からよく言われるのは、日本人っていうのはね、なんでそれやるんだって聞いたら、それルールがそこにあるからやるんだって、本当はそうじゃなくて、やっぱり理由をちゃんと言えるようにならないとダメだっていうことで、やっぱりなぜそのルールが決められたかっていうのは、まあ考えるようにって言われましたね。はい。